野島 T リーグ3年目ラブオール、それはいけるっていうふうに読んでたのかもしれないですね。ですからそこまでの自信を持ってですね、戦えば十分いけると。で、ホエチョなんか3ゲーム目で自分の勝利の形ができたのかなと思いきや、なかなかなんか調子をつかめずにいるようで、ただこれシックスオールからじゃないですか、はい。で、まあ、アリノムのサーブからですけども、はい、本命長がサーブを持った時にアリノムが攻略できるとアリノムにたくさんチャンスありますよ。はい、ファイナルゲームスタート。最初のポイントアリノム。 Tリーグ出口のルール、最終ゲームはシックスオールスタート、そしてデュースはあります。第2マッチなんとしてもアリノムに取ってもらいたい琉球。ここでドライブ入る、ネットを越えてオーバー。越えましたね。はい、険しい表情の多い宝永長でありますが、ベテラン一声入れてセブンオール。さあこのレシーブですよ、アリノムは。ドライブに行きました。いや、はい、ナックルサーブにして自分で引っかかっちゃいましたね、うん。まあ、あれはよく低くうまく返したっていうのも良かったですけども、バックでレシーブしてきたらもうホエイチョにチャンスですから、ここは痛いボンミスですよ。アリノムバックでいって、ここでドライブ入った、取った、9点目。はい、琉球がここで、あ、失礼、木下がタイムアウト入ります。ピントが合わないときっていうのは旧監督も、ええ、なんとなく苦しそうですよね。まあ、今日本当に起用もかなり悩んだっていうことを先ほど試合前に言ってましたから。ああ、そうですか。はい、いや、やはりですね、琉球のメンバーがやっぱりこうカットに対して強いメンバーがやっぱ揃ってますから。まあ、その中でフルゲーム、はい、このタイムアウトでですね、はい、やっぱりこう昨年の中国チャンピオンの宝永長がどんな意地を見せてくるのか。ドライブ、もう一回、アリノブ打ち勝った。10点目、マッチポイントついた。勢いでこのまま去年の中国チャンピオンを下すか。一方、卓球王国中国の意地を見せるか宝永長。ここでアリノブドライブ、アウトになりました。アリノブタイム、フルゲームの末大きな1勝をつかみました。今シーズン T リーグシングルス初勝利。フルゲームの末、木下の大ベテラン宝永長を下しました。